こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は、カート取得率を上げて効率よく儲ける方法、これについてお話します。まずはじめに、注意すべき点は、カート取得は相対的なものであるということですね。これ、必ずこうすればカートが取れるという決まりもないですし、こういうアカウントではカートが取れないということもないです。まあ、極端な話ね、出品者が自分一人だけなら、どんなひどいアカウントでも、カートは取れると。まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、まあ、この大原則を、まあ、見落としてね、いろいろ苦労しちゃったり、するケースがあります。まあ、ライバルが強くてカートを取れない商品。まあ、これはね、これをなんとか売ろうとするのは効率が悪いです。まあ、ライバルが強いのはまあ強いからしょうがないと。ね、手薄な商品を探そうという方向に行った方がいいです。で、それと、カート取得のアルゴリズムはコロコロ変わります。これね、本当、アルゴリズム週替わり、あるいは月替わりでね、コロコロ変わってます。これはね、もうこれが絶対だということが Amazon も、見極められてなくて、FBA の在庫の状況とかね、自己発送を多くしちゃうとどれぐらいね、顧客満足度が下がるかとかね、そういうのをいろいろテストしながら、変えてますんで、本当コロコロ変わります。ただ、Amazon は他のライバルを蹴散らしたいと、ね。eBay とかね、他のネットショップを蹴散らしたいと。そして、いっぱい人を使ってね、面倒は嫌だと、ね。システムでできるだけ管理をしたいというのをね、考えてますんで、まあ、おのずと方向性は、わかります。ただ、途中でね、違ったこともテストしたりしてるんで、例えば、一時ね、自己発送と FBA の、輸送の比率、輸送方法。今まではね、FBA なら絶対、品質コスト、輸送品質コスト最強だったんですけど、それをね、自己発送の人も問題がなければ最強に変えてみたと。これどういうことかというとね、もし自己発送で、トラブルがそんな増えないなら、Amazon はね、FBA の倉庫を、あまり増やさなくても、もっと売り上げを増やす可能性が高いということが言えるわけですね。まあ、そんなのもあって、1、2ヶ月、その自己発送も売れると、かなり売れるという方向に変えてたんですけど、やっぱり問題が多すぎるみたいで、また FBA 有利に戻ってます。そういう大きな変更もありますし、まあ、小さな見えない変更、見えない変更っていうのはね、こう変えましたっていうのはもともと言わないブラックボックスなんで、カスタマーサポートをしたりね、あるいはセラーフォーラムを見たりとかで、見当をつけるしかないんですけど、まあ、細かい変更はコロコロあります。というかね、まあ、実質毎週、あるいはね、最低限毎月でいじってると思われます。で、それをね、今度はこう変わったからこうやろうというのをね、いちいち、細かい変更をしていくのは効率が悪いです。儲かる商品を見つけて売り続ける。ね、この王道を守るのがおすすめです。そんな形で、まあじゃあ王道なんだよと、どういうふうにすればいいかってことですけど、まずカート取得を上げる3つのポイントとして、カスタマーサティスファクションの数字を良い状態にキープする。これはね、セラーセントラルで見えますんで、丸見えです。で、この数字が悪くなればね、当然、カート取得率は落ちてるというのが言えます。で、もう一つ、できれば専門化する。専門店化する。これね、ジャンルが偏ってた方がカートが取りやすいです。まあ、それは考えてみれば当たり前ですよね。ジャンルが偏って専門店を展開してるってことは、そのジャンルの商品に詳しいんで、トラブルも少ないだろうと、ね。商品に対する質問もきちんと答えられるだろうと、ね。いうので、Amazon にとっては非常に理想的な出品者なわけですね。ですから、専門店化をした方がカート取得率は上がります。で、さらに可能なら、売れる商品だけを集めて回転率を良くすると。これどういうことかというと、まあ、同じね、月間販売個数が、300個の、例えば人がいたとして、片や在庫を常に1000個入れてると。片や在庫は300個以下で回転させて300個売ってると。言った場合には Amazon にとってはね、300個で回転させてくれる人に売ってもらった方が、倉庫の場所も取らなくていいわけですね。この辺のことは、公表してませんけど、まず、確実に、カート取得に反映させていると思われます。というのはね、この仮説を立てて、実行していただいた方のカート取得率はやっぱり上がってます。
で、逆にいろんなのを扱ったりね、過去に自己破損とかでトラブルがあったアカウントを使っている方は、なかなか売れないというのが、起こっています。まあ、この2と3についてはですね、複数アカウントを作ると割とスムーズにいくんで、まあ、売り上げ増えてきたら、まあ、この専門店か、それから専門店の中でも高回転率商品だけを扱うアカウント。まあ、そうすればね、売れるアカウントで回転率を上げとけば、ライバルが出てきても負けにくくなるわけですね。で、普通のアカウントでライバルが出てきたら負けてしまうといった形でね、儲かる商品の寿命を長くするのにも役立ちますんで、この2番、3番、ね、専門店かと、回転率を上げるアカウント、上げたアカウントというのもね、売り上げ増えてきたら考えるといいです。また複数アカウントの作り方等についてはね、お金も手間もかかることなんで、ご相談ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。